今日は知ってるようで知らないタイムラインの話をしましょう。皆さんこんにちは。今日もダビンチの館へようこそ。今日は編集作業には絶対に欠かすことのできないタイムラインのお話をしていきたいと思います。エディットの画面では必ず使うタイムライン、実はタイムラインにも少し種類があります。今日はスタック表示というのを中心にお話をしていきます。でこのスタック表示っていうのはね、1画面の中に最大3つまで表示させるタイムラインを表示させることができるんですけども、実はちょっと裏の画面に隠れている部分なので、なかなかね最初の頃は見つけることができないものです。でこのスタック表示を使うことによって編集作業のスピードが上がります。あと編集作業のミスが減ります。まとめてね綺麗に編集ができるので、実にこれはねうまく使えば格段に楽になりますので、ぜひこれをね最後までご覧いただいて、編集作業に使っていただければと思います。はい、それでは早速ダビンチの方に参りましょう。はい、それでは早速やっていきましょう。まずこう編集をする時の手順としてはですね、通常は多分まあ例えばオープニング映像を入ってから最初にナレーションがあって、そして本編があって、最後の解説なり感想なりがあって、そしてエンディングがあるんじゃないかなと思います。でまあ編集する時のね手順としては、おそらくこう編集する前からこういう風にやろうかなっていうような大体想像をつけていくんじゃないかなと思うんですけども、その時にまあこのメディアプールにあるクリップをドラッグ直接するか、またはスクリーンから画像だけを入れて、あとは声を別で入れるとかね、音楽だけをつけるとか、そういう形で編集をしていくんじゃないかなと思います。で特に最初の頃っていうのは、こういう一つのねタイムラインの方にどんどんオープニング映像も並べて、こうやって最初の解説の部分も一緒に並べて、でこの中で、編集をしてカットして必要な部分だけをこう、使っていくようにして、で最終的に出力っていうような流れになるんじゃないかなと思います。でもこういう風にすると短い動画なら別にいいんですけども、例えばまあ5分とか10分、長いものだと30分とかっていう動画を作っていくと、途中途中の編集箇所でミスが起きた場合にね、どこでミスが起きたのかが分からなくなる場合があるんですよね。またこう行ったり来たりしなきゃいけないっていうのもねめんどくさいですね。でそういうね、何かこうミスを防ぐための方法としてタイムラインをシーンごとに分けてしまうっていう方法を私は最近とってます。で例えばこのタイムライン1には、ここで名前を変えてね、そうですね、オープニングと入れましょうか。オープニングというふうに一つのタイムラインとして打ってきます。じゃあオープニングはね、こういう例えばナレーションだけを作ります。ナレーションのクリップだけをこうやってね入れておくとします。本編のやつはまた本編でまた別でタイムラインを作成します。作成するのは非常に簡単です。メディアプールの中で右クリックを押してタイムラインから新規タイムラインを作成します。でここにはまあ、そうですね、本編というふうにしましょう。そしてここに、本編で使うようなクリップをまたここで入れていきます。でこの中でねまた作業をしていったりすると思います。必要であればここにテキストを入れたりするような形でね編集をしていきます。まあ、これ同様にエンディングの時もこういう風に分けてしまいます。ある程度それぞれのシーンで編集が終わったら、ここでちょっとねタイムラインを見やすい形にします。実はねここで本編とこの上の方で本編とこういう風にタイムラインを表示させることができます。でもこれだとねちょっと見づらいので、すぐに切り替えれるようにタイムラインのタグをここに出しておきます。でタイムライン表示オプションを押して、でここにスタック表示っていうのがありますので、これを選択します。
そうするとさっきまで出てなかったタグが1個出ました。今こう赤い部分っていうのは現在見ているスクリーンです。ではもう一つこのプラスのボタンを押してオープニングの方も出していきたいと思います。タイムラインを選択の下の矢印のところでオープニングを選択します。でそうするとここに2つのタグが作られました。ここをね押して切り替えるだけでこういうふうに画面が切り替えることができます。もちろんねこっちでも同じことはできます。でもねこっちの方が非常に分かりやすくて早いのでねこの方法がいいと思います。もう一つやり方があってスタック表示にした状態でずっと右の方を見るとここにプラスのタイムラインのマークがあります。ここをクリックするとデュアルタイムラインになります。で、まあ、ここがねもしなかったとしたらですよ、デュアルタイムになったらここでオープニングを選択します。そうするとさっき裏画面のようになっていたこのオープニングの画面が表に出てきてね、2つのタイムラインがこういうふうに同時に別々で見ることができます。でこういうふうにねデュアルタイムラインで編集をしていきます。で編集をしたら最終的に今度は出力するタイムラインっていうのもまた別で作ります。でここでもう一回タイムラインを作成、それではここで出力用という風なタイムラインを1個作ります。ではここにね出力用というのができました。でこの出力用は何をするかというと、さっきまで作っていたこのタイムラインクリップ、これを移していきます。でもう一つ本編のタイムラインクリップも移していきます。はい、こういう風にするとね編集用のタイムライン、あと出力用のタイムライン、この出力用は一切編集はかけないという風にすると、いつでもこちらの編集用のクリップを編集して、で出力用のクリップにどんどん新しいのを、最終的な新しいのを移していくっていう方法にすると、万が一の編集ミスとか防ぐことができます。でこの方法のとってもいいところっていうのは、例えばオープニング側のクリップの、テキスト、このテキストに変更を加えた場合、今日の天気は晴れというふうにね、例えば打ったとします。で今日の天気は晴れというふうにオープニング側の編集側のタイムラインが変更されたら、自動的にこちらの出力用のタイムラインの方ももう変更されている形になります。今日の天気は晴れというふうにね、こういうふうになります。これはねどういう仕組みかというと、ここのタイムラインは当然このメディアプールの中に入っています。でこのメディアプールの中に入っているタイムラインのこのクリップを映しているので、ここを変更すれば当然このメディアプールの中のクリップも変更されますし、それを使っている出力用のクリップも当然変更されるという形になります。で万が一ねここで出力用の方に何か変更を加えてしまったと、こういうふうにで直せるなら別にそれでそこで直せばいいんですけども、どこを直したのか、どこをカットしてしまったのか分からなくなった場合、その場合はこのオープニングの編集用のクリップがあるので、ここには一切影響はされてないので、もう一回ここを削除して、でここにオープニング用のクリップをまた戻してくると、こういうこともできます。または編集側のタイムラインで何か変更を加えた場合、例えばこういうところに何かの画像を少しはめ込みたいという場合、こういう場合ははめ込んでしまえばこっちの方に反映されるようになります。はい、こんな風にね、こんな風に、編集用のタイムラインで少し編集したものが出力用のタイムラインに反映されます。で常に、この編集用の方で編集をして、出力用の方には一切手をつけないでいくと、ミスが防げます。そして、効率もいいし見やすくなります。で本編は本編でまた編集をかけていけば同じように出力用の方にはそのまま反映されます。ただねここで注意しなければいけないのは、
ある条件、ちょっとここはね、私もね、あんまり、どうしてそうなるのかっていうのがわからないんですところがあるんですけど、例えばここで、カットしていくとします。こういう風に、そうすると当然、オープニング用のトラックの長さと、この出力用に入れた長さっていうのは長さが当然変わるんですけど、こういう風にするとうまくね、このクリップのカットした部分がこっちには反映されないことが多いので、こうなった場合はね、一回これを消して、でまたオープニング用のものをここに入れておくと。そうするとね、常に最新のものがこの出力用のクリップとして残される形になります。でそうすると本当に効率もいいですし、どこのクリップがどういうふうに変更したのかがすぐ分かるようになりますし、ミスも防げて、見やすくて、そして早くこれが編集作業が終えることができます。ですのでこの方法がね、とってもおすすめできるので、ぜひねこれも使ってみてください。もしこのタイムラインがもう一つ欲しいなと思ったらね、ここにまたプラスのボタンを押せばタイムラインがもう一つ出来上がりますし、作ったやつがもしいらなければこのバツで消すことができます。はい、こんな感じでそれぞれのシーンでタイムラインを分けて、最終的に一つのタイムラインとして出力用のものを作って、そこにねそれぞれで作ったタイムラインクリップごとこう映していくと非常にいいんじゃないかなと思うので、これもねぜひ皆さん参考にして作ってみてください。でもちろん最終的にこの出力用のタイムラインを出力したいので、この出力用のタイムラインを選んでこのデリバーの方に行くと、ここにね出力用のタイムラインは今選ばれているのでここに出ています。もちろんこれがね出力のタイムラインが今ここにあります。ここでね選ぶことができます。本編だけとか出力用だけとかね、こういう風にね選ぶこともできます。あとはねいつも通りにここで出力をしていけば、しっかりとこのデリバーで出力されることになります。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。タイムラインの中にはいくつもねやり方はあります。今回ご紹介したのはほんの一例ですので、まあ他にもねいろいろとやり方がねあるかなと思いますので、ぜひねこれも一つの参考程度にご覧いただければと思いました。で実際に私がこれをやり始めてからは劇的にこの編集中のミスがね減ったので、まあこれはね本当に便利かなと思って今回ご紹介してます。まあねこういう風にエディットのページっていうのはまだまだ奥が深い、私も全然知らないところがいっぱいあるので、またねこのエディットのページとか、あとカットページとか、まあフュージョンのページもカラーページも、あとはデリバーのページも、どこかでまた便利な使い方が分かったらまたその都度ねご紹介していきたいと思いますので、ぜひまたこのダビンチの館にお越しいただければと思います。チャンネル登録もぜひよろしくお願いします。それでは今日は終了します。本日もダビンチの館ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。それではさようなら、バイバイ。